宝塚市立長尾大小学校は、兵庫県宝塚市長尾大一丁目にある公立、小学校。なお、宝塚市内では、正式に、同市名の、塚に、各数の一角多い旧自体、塚を用いる。宝塚市内で最も東に位置し、宝塚市内に加え、川西人道である万願寺町からの通学が、可能である。標高173メートルの高台に位置し、 東方に大阪平野を一望できる。高知面積は市内最大の37,524平方メートルであり、自然環境に富んでいる。本港前の道路は国道176号より分岐し、万願寺方面へ至っている。道路の向かい側には宝塚大学宝塚キャンパスがある。ひばりが岡山側の地域で住宅開発が進み、 人口が著しく増加した。もともとは長尾小学校の校区であったが、通学距離が長い上、学級人数が増加したため、私立小学校設置の必要性が高まった。これを受け、宝塚市は長尾小学校より本校を分離開校した。校章は、筒ジの花をもとに丸型に施された、長尾台の文字が中に描かれている。 ツツジの花は同時に元気な児童を表現し、孔明を中心として空間は平和を表している。また、ツツジの花の語弁のつながりは強い団結と友情を表している。長美大小学校校歌は、清島義雄の作詞、川島雅子の作曲であり、1番から3番まで存在する。全3番とも末尾のフレーズは、我らが学者長美大で共通している。 本校の豊かな自然環境が歌われている。阪急バス長尾大停留所が本校より北西へ80メートルにある。本路線は伊丹営業所が管轄し、150系統が JR 川西池田、川西バスターミナルあるいはパルティ川西前と、ひばりが丘、花屋敷、駅前、あたご玄護ルーフ場前を結ぶ。なお、川西の瀬口駅に連絡する。 停留所は行き先により異なり、あたご玄護ルフ城前行きは、川西はスターミナルであるが、JR 川西池田駅は、パルティ川西前である。町尾大小学校区は、宝塚市霧端町尾山、長尾台1.2丁目、花屋敷松が丘、花屋敷筒子が丘花屋敷松園一から四丁目、藤士が9、ひばりが丘山手一1二丁目、ひばりが丘一から四丁目、 花屋敷緑河球、川西マンガン寺町である。ありがとうございます。